ルートビヒ一世は、バイエルン王国の第二代国王。全名は、ルートビヒカール・アウグスト。戦王マクシミリアン一世の長子である。父のマクシミリアン一世は、バイエルン選帝校に即位する以前、フランス陸軍の将官として、ストラスブールに赴任しており、ルートビヒも、同地で生まれた。フランス王ルイ16世が名付け親を務めており、王の名を取ってルイと命名された。 母親は、ヘッセンダルムシュタット家のアウグステ・ビルヘルミーネである。1810年、バイエルン王大使となっていたルートビヒは、ザクセン・ヒルトブルクハウゼン公女、テレーゼと結婚し、1825年に、父の死去によって王位を継承した。ルートビヒは芸術を奨励する一方、ルートビヒ・マクシミリアン大学をランツフートからミュンヘンに移転し、工業家も奨励した。 また、マイン川とドナウ川の間に、ルートビヒ水路を作る事業を始めた。1835年、ドイツ初の蒸気動力鉄道であるババリアン、ルートビヒ鉄道を、バイエルン王国内のフュルトとニュルンベルクの間に、敷設した。ルートビヒは、ギリシャ独立戦争も支援し、次男夫を1832年に、初代ギリシャ国王を孫一世として送り込んだ。 1830年のフランス7月革命以前、ルートビヒは自由主義的な政策をとっていたが、革命後は反動に転じた。1848年革命の最中、女たらしだったルートビヒは、愛人の一人、ローラ・モンテストのスキャンダルにより退位し、長子マクシミリアン二世に上位した。ルートビヒが死去したのは、その20年後の1868年であった。日である、 ザクセンヒルトブルクハウゼン公女、テレーゼとは1810年10月12日にミュンヘンで結婚した。彼女との間には以下の四男の女を設けた。ありがとうございます。